うしたきっかけというのはですね、通常自治体の方は、まあ、あの指名なり応募あの手を挙げて来られたりするんですが、我々私とサイトはあの社名ということで、全然知らなかったのが、ちょっといてくれるかという話で行ったと、いうことでして、我々 あの山田町でのミッションというのは、まあ、被災して、まあ、普通になってますあの、JR の山田線ですね、これをまあ復旧すると。我々は何したのかというと、その鉄道が走る線路の部分ですね、やはり津波に強い町にするということで、かさ上げをすると、土地の高さを上げるという、ことをあのします。で、その後に鉄道を、まあ、引くということですので、ちゃんと鉄道が引けるような形にあのかさ上げを、するあのかさ上げの方が町の事業なんで、うん、その仕事だけじゃなくて、まあ、土木屋ですので、まあ、高台に新しく町を作るというような、事業も、ありました。こういったことも担当させていただいてですね、まあ復興事業におけるあのその基盤整備、インフラ整備ですね、これをあの担当させていただいたというところです。で、まあ、進め方としてはですね、あの鉄道を、まあ、あの復旧を担当されますあの、JR 東日本とですね、まあ、協議を、しながら、どういう形で、まあ、あの線路が引ける地盤を、作っていったらいいのか。で、それに合うようにですね、町の工事ですね、まあ、うまく調整していくと、というようなことをあのやってます。またあの駅の復旧ですね、どういった駅にするのかとか、あるいは駅をちょっと動かすという計画もありましたので、あのそういったことについてはあの、まあ、鉄道、特有 の, あの、まあ、条件とか、がございますので、そこを、まあ、踏まえた上で、まあ、鉄道事業者との協議をするという、まあ、あのお手伝いをさせていただいたというところです。私が山田町に、着任した時点では、被災した山田線はまだ鉄道で復旧か、まあ、バスで復旧か、うん、そういった議論の決着がついてないという状況でした。鉄道については、まあ、元走っていた同じ場所をですね、一部かさ上げをしてですね、まあ、復旧という計画もあったんですが、こういう高さでどんなふうに線路を引くというところまでは全然まだ何も計画がない状況でした。ただですね、町のかさ上げの工事というのは、まあ、計画が進んでまして、その鉄道の高さがわからないと、まあ、町のかさ上げの高さの計画はできないというところがありますので、そこは本当想定でこれぐらいの、形であれば線路が引けるなというところを、まあ、先に絵を描いてですね、それに基づいて町の、復旧計画の方に遅れが出ないようにというようなこともやってます。まあ、鉄道で復旧しますよ、高さ上げますよ、駅を移しますよという大きな筋書きができましたんで、私はそれをもうちょっと細かいレベル、実施のレベルに落としていくというのが私の仕事でした。ですから高さを上げるという話でしたんで、 JR さんと協議をしながら傘上げした土、これの基準とかですね、そういったものとか、あと JR さんに引き渡すんで工程を管理して、いつ引き渡しの検査するとかいう話の詰め、あとは費用負担、そういったものを、当然町はこうしてほしい、いや鉄道の復旧やったらここまでやという話で、じゃあ差額を町が持つとか、これはJR が持つとかいうのを基本的な協定に結んでしまう、全体的なっていうのがちょっと一番大きな仕事だったと思います。あとはその何て言いますか、鉄道がこうやって引かれますと、それと町の道路とかが交差していくわけですね、上に行ったり下に行ったり、まあ、そのあたり の向こうの工事との工程調整ですとか、あとはもう本当にこそ細かい実際、軌道線路を作ったら町の道路との柵とかね、そういったことの細かい仕様とかをちょっと大きく詰めていった感じでしょうか。はい、とにかく岩手県が広いんですよ。だから JR さんとか打ち合わせに行くんですけど、朝早く山田町を、当時電車走ってませんから、
朝早く車で出て、昼前ぐらいに着いたのかな、着いて、ほんで昼から一会議して帰ってきたらその人業務が終わりと、結構ギャップが、それは失敗というかびっくりして思ったよりその辺の打ち合わせは大変やったよなという気はしますね。山田って夏祭りがあるんですよ、山田の祭りがあって、夏というか9月やったかな。でその時に派遣で、来て帰ったメンバーもみんな集まるというようなね、なんかそんな流れになってました。で私も直後の祭りはちょっと別の予定があって行けなかったんですが、またその後かな、行ったり、全然そうじゃない時に行ったりとかですね、結構遊びに行ってます。なんかすごく交流は続いてるなという感じですね。さっきの元々の失敗成功という話でいくと、町のとってはこれから将来の活性が大事だと思うんですけど、我々にとっては鉄道が開通したっていうのが一つの成功だと思うんですね。無事走った。でその時やっぱり面白かったのが、約束は特にしてないんだけど、かなりの勝って携わった人間が集まりましたよね。自然にあの時の人の派遣の集まり具合がすごかったなと、だからみんな好きなんやなという気はしましたね。ようこさん集まりましたよね。大きな人生観的なものが変わったような気はするんですけどね。なんかもう長田木もそうですけど、私も仮設の住宅住んでいろんな方と知り合って、仕事ぐらいというなんかイメージはちょっと僕はできたかなというイメージ、生き方としてね、なんかせこせこ仕事ばっかしということではなく、ちょっともっといろいろ人生を楽しまないかんねなというようなところはできたかなという気がしますね。細かいことにこだわらなくなったような気がします。山田町へ行ったことは仕事だけじゃない、ことにも目を向けられた期間かなと思います。向こうでは復興の、仕事をお手伝いさせていただいて、でその後はですね、戻りまして新規事業の担当をしたり、建設資材を扱うグループ会社の方へ行ったりして、復興でやった仕事が直接今に生きてるかというと、必ずしもそういうわけじゃないんですが、やはり、山田町という町、食べるものも美味しいし、場所もすごくいいところです。そこで我々民間の会社なんですけど、行政のお仕事をさせていただいたというところがありますので、やはり行政の方のご苦労なんかもそこで感じさせていただいたのかなというところもあります。そもそも岩手で住むこと自体初めてでした。あんな環境のいいところで仕事だけするのかというところの思いはすごく感じましたんで、そのあたりは今もすごく自分の生き様に影響を与えられたのかなと思います。やっぱりその復興をしていくんやというはっきりとした、目的があってですね、でそれに向けてこう魅力ながらこうお手伝い、できる。で町の方からもねぎらいの言葉もいただいたりしてですね、それはもうそれだけで十分やりがいというか、仕事としてはすごくいい仕事をさせてもらったかなと思います。いい仕事って成果というよりか、いい経験させていただけたかなと思います。そうですね、私もだから、ね、鉄道の技術そんなマニアックな世界ですけどね、そこが役立って、最後仮設住宅の隣の先のお子さんからなんかお手紙持ってありがとうとかね、そういうのが良かったかなと思いますね。いろんな方が、こういう例えば被災地のですね支援に行きたいという思いはお持ちになられると思います。でその時に自分として何ができるだろうというのはやっぱり不安な部分、もあるのかなと思うんですけど、こう被災地にはものすごいいろんな、仕事でマンパワーが必要になってきますんで、多分今お持ちのご経験は
絶対どっかで生きると思うんですよ。ですからその、自分の技術がどうのとか、いうのは、まあ、置いといて、多分大事な気持ちかなと思ってね、そこはまずそういう思いを、持たれてるんでしたら飛び込んでいただいたらどうかなと思います。実際本で行かれた方は使命感を持って行かれる方が多いと思うんですけども、先ほども話したように結構もしこういったケースでやったらですよ、津波の復興とかいう話であれば結構ディープな話があると思うんです、周りの被災者の方とかね。でそこを気に病んでもうてこうなってしまうと本自分しんどいと思うんですよ。だからもう自分のパフォーマンスが発揮できるようにある程度楽しんで街の生活を、で僕もさっきちらっと覚えて長滝とかと見てたんですけど、なんかもう東北なんか我々行けへんからいろんなとこ観光で回って息抜きをしたりとか、だから仮設住宅にあんまりおる人はいなかったらみんな出歩けましたよね。だから息抜き、まあ中でおってもええんですけど、気持ちをリフレッシュせんとしんどくなるからパフォーマンス発揮できなくなるんで、そこはちょっと、割り切ってあまりこうなってしまわないようにした方がいいかなと思いますね。当初はあまり大した大きな仕事ではないかなと実は正直思ったんですけども、やっていくにつれてですね、これは偉い仕事だなというのは分かってきてです、それに関してもすごく長崎さん、海斗さんのですね、ここからを、まあ、すごく助かってすごく感謝をしているところ、まあ、山田町をですね、自分の町というふうな感じでですね、で頑張っていただけなと、頑張っていただいたなというふうにすごく感謝をしています。また遊びに行きます、落ち着いたら待ってます、ぜひ待ってますので、はい、さっさと予防注射して早く来てくださいね、はい、予防注射行きます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。